こんにちは、ゆうかりチャンネルです。今日はこの間のグラニースクエアを編んだところからスタートします。このモチーフを6枚編みました。そしてこの糸端を角にこういう感じに糸をね、とじ針で移動させてあります。そしてここをね、つないでいきたいと思います。で、角が分かりにくいのでマーカーをつけてやっていきます。ね、この角 1,2,3 ここですね。こっちも3目の真ん中です。で、こっち反対側もこの角の真ん中にマーカーをつけておきます。はい、では閉じていきますよ。最初はこことここです。で、最初だけもう一度くぐらせます。したらね、ここと ここ内側の細編みの半目をこの字とじしていきます。ここが最後ですね。角です。角はもう一度くぐらせます。はい、こんな感じで閉じ合わせると綺麗になるので、この方法でやっています。では糸処理をしときます。で、もう一方も同じ要領で閉じます。できます。はい、つなぎました。あとね、3枚も同じようにつないでおきます。そしたら、ここから、糸をつけて長編みを編んでいきます。ですね、これもマーカーをつけておきます。ここの角ですね。角からスタートして、真ん中のつなぎ目のところにマーカーをします。で、最後の角、1,2,3 ここです。ここの端からここの端までで31目拾っていきます。ここの角の中心同士で閉じたので、ここを一目と考えて、この間に長編みを編みます。つなぎ目ですね。このつなぎ目のところはこの間に入れて長編みを一目として編み入れます。で、31目になってればいいので、では編んでいきます。ここにね、角に糸をつけます。で、立ち上がり3目で長編みを編んでいきます。ちょっと後ろの目を編みくるみながらかけて、で、ここではなくて次の目で、長編みの筋編みを編んでいきます。で、向こう側半目に針を入れて、っていうのはここでこういう風にね、ティッシュに沿わせて折るので、もたつかないように
半目だけ拾っていきます。長編みはかけて入れて持ってくる。2目ずつ、2つのループずつ抜きます。これね、かけて持ってくる。2個、最初の立ち上がりを含めて2、4、6ハノとで真ん中に来たので、ここでここを拾います。はい、次隣の目です。筋編みやっていきます。9目編んだら中心を拾い、2、4、6ハの9目編んだら中心を拾います。はい、また隣の鎖半目を拾いながら筋編みの長編みをしていきます。で、真ん中過ぎてから2、4、6ハの9とここの角ですね、10目目に長編みを編み入れます。はい、こんな感じで、この繰り返し、長編みの段をここからこの1段合わせて12段編んでいきます。立ち上がり3目ひっくり返してかけて、ここからは筋編みではないのでそのまま長編みの頭に長編みを編みます。で、気をつけるのが立ち上がり3目を1目と数えるので、ここにまた入れてしまわないように次の目に長編みを入れてください。はい、2段目の最後2目まで来ました。ここも間違えやすいので気をつけます。かけて入れて持ってくる。長編みを編みます。で、これで終わりかなと思うんですが、立ち上がり3目を1目と数えたので忘れないようにここの目にも長編みを入れてください。ここで減ったり増えたりしていくと目数がどんどん増えたり減ったりしていきます。心配な人は1段ずつ目数が合ってるか数えてください。で、このままずっと12段編んでいきます。では編んでいきます。はい、12段編めました。そしたらね、これでこっちのパーツとつないでいくので長めに糸を残してカットします。で、とじ針に通してこことここをねつないでいきます。はい、表にして、ここをつないだ時と同じようにここをつないでいきます。最後の目とこっちの角の真ん中にマーカーをしておきます。はい、では最初の、角の真ん中の目、ここだね、ここに通します。もう一度くぐります。
たらまたコの字とじで内側の半目ずつをコの字とじしていきます。最後の角です。角はちょっと2回ぐらい通しておきます。で、裏の糸は糸処理をしておいてください。こんな感じでね。ただ今ちょうどこの糸が角にいるので、ここも同じように閉じていきます。巻きかがりでも大丈夫ですけど、同じようにやっていきます。音が足りるかな。はい、最後まで来ました。目立たないとこで糸処理をします。はい、こっち側は糸をつけて閉じていきます。同じ要領でやります。こっちはね、糸をつけないといけないので、角からこう糸処理できる分残して、はい、こちらも閉じていきます。はい、できました。で、こんなに開いてるとティッシュが飛び出てしまうので、だいたいこの1枚目のモチーフの真ん中あたりと、こっちからもね、ティッシュの空き口をこの残して、その下はちょっとさっきと同じ方法で閉じていきます。ここにボタンを縫い付けても、この上のね、ここにいいと思います。では閉じていきます。ティッシュの空き口を作ります。こっちも少し残しておいて、糸処理できる分を残します。で、最初だけは2回かがります。で、この字に拾って閉じていきます。で、最初と最後は2回通します。取れてきちゃうので、はい、こっちもね、後で糸処理します。はい、こちらも同じように閉じていきます。はい、そしたらこの糸を糸処理します。はい、完成しました。ティッシュを入れてみます。取りすぎたかな。はい、はい、こんな感じで完成です。こちらがピンクと黄色で作ったティッシュケースで、こっちはね、ちょっと夏っぽく白と青と赤で編んでみました。このね、コットンライクっていうダイソーさんの毛糸の赤と青と白で編んでみました。では最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイチャー。